はい、皆さんこんにちは。畑美和です。今日は体幹が弱い方のための背中のトレーニングをご紹介したいと思います。背中のトレーニングとして有名なのが男性では懸垂ですね。で、女性では懸垂できない方ではラットプルダウンマシンとかベントオーバーローとか、あとはダンベルローイングですね。こういったローイングの種目、ベントオーバーローとかいろいろありますけども、こういった代表的な背中のトレーニングでは腹筋やこの腰回りですね、インナーマッスルも含めてこの下背部、あとはこの下腹部の力が弱いと姿勢が崩れやすくなっています。背骨が丸まったり肩甲骨がうまく動いてこなかったりします。で、今日はですね、そういった体幹が少し弱い方のための背中トレーニングとしておすすめなものをご紹介したいと思います。こういったですね、ベンチ台を使うと比較的体幹のこの筋肉が弱くても背中に効いてきます。具体的にはこういったようにちょっと傾斜をつけるんですね。傾斜をつけて、まあ、ダンベルローリングならばこのように胸をつけて、で、このまま胸を開いたままローリング、肩甲骨を寄せて開く、寄せて開く、寄せて開く。いつも言ってますけども、この前腕が床に対して常に垂直、この時もこの時もこの時も常に垂直になるように肩甲骨を開いて寄せる。前腕がこう曲がったりとか後ろに行ったりしないように、前腕が床に対して常に垂直です。こういった感じ、肩甲骨を寄せながら前腕の角度を気をつける。このように行うことで体幹が比較的弱くても、このベンチ台ですね、このベンチ台でしっかり補助してくれますので、比較的簡単に背中の引き収縮が得られます。これベンチ台をですね、フラットにするのももちろんいいんですけども、フラットにすると、フラットにしてもどうしても手がついてしまいます。手がついてしまいますので、寄せて肩甲骨開いた時になかなかね、肩甲骨は外に開きにくい、寄せて開いた時に開きにくいので、まあこういったフラットの場合はちょっとね、こういったプラットフォームを使ったりとか台をちょっとね、高さを出すといいと思うんですけども、こういったなかなか難しい場合は、傾斜をさっきみたいにインクライン傾斜、傾斜をつけてやってみてほしいなと思います。今日はですね、体幹が比較的弱くてもできる背中のトレーニングですね。こういったベンチ台とかを使うと効果的ということです。ぜひ、フォームも確認してやってみてほしいなと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。